はい。それでは最後はね、会社経営のお話をちょっとさせていただこうかと思います。多分このお話が700話に向かう最後の699話ぐらいになるのかなと思いますけども、正確にはわかりません。だから会社経営のことなんですけども、まずはどんな人もほとんどが会社の従業員から始まるんですよ。で、会社の従業員として働いていると、いろんな不満があると思います。社長や上司は自分に対してこんな恩返しをしてくれないと、自分のことを大事にしてくれないというふうに考えちゃいますよね。 ででもですね、経営者は経営者で持てる力最大限従業員を幸せにしようと思ってるんですよなぜならそれは従業員さんにある程度搾取を覚悟した上でずっといてほしいからなんですよねで従業員さんを新規で雇用するってむちゃくちゃコストかかるんですよまずは募集をするのが難しいんですよ 募集だって広告を出しますからね商品を売るために広告を出すのと同じぐらいうちの会社で働きませんかっていうふうな人材募集へのコストっていうのはかなりかかるんですよで人材募集の広告なりアクションなりに反応してきた人っていうのに対して面接というものをしなければなりません面接とか審査っていうのは会社のかなり判断力のある時給の高いニットの高い経営権を持った方が当たることが多いんですよ そうなると面談に2時間取られたら2時間分の生産性は解説は落ちるんで人を採用する時に面接なんて実はねしなくていいんだったらしない方がいいんですよだから遠古募集っててのが起きてきます。信用を置ける人のそこそこ見立てのある人からの紹介っていうのは直接審査をそこまでしなくても大丈夫だろうという前提なんですよね。 まあでも就職情報誌とかハローワークとか広告を通じてきた人ってのは言ってみれば市場で職にあぶれた人なんでその人を雇用するのはかなりね危なっかしいと思いながら採用するんですよ。まあ、ですんで最初はそんなに高い給料を上げられないんですよね信用を高めていって実力を高めていって会社への貢献度が明らかだなとそれが継続的に行われるからそろそろこの人に対して恩返しをしないと。 給料いうの,で給料っていうのを上げてくれるわけなんですよただ冷静に考えて20万円の給料をもらってる人は自分一人で20万円に対して100万円ぐらいの売り上げを作らなければ成り立っていかないっていうのはあまり理解されてない従業員さんの現実なんですよね。自分がまだノルマを達成してないノルマを達成してないってことはいわゆる20万もらうために100万というノルマを達成してないんで自分の給料を返上して、えー、本当にねその当分に自分の働きに応じたコミッションにしてもらわないといけないんですけどもなぜかですね 100万円の売り上げ予算を立ててない人が、給料だけは予算通り、約束通り20万そっくりもらおうと思ってるんですよね。だからここに経営者の従業員さんに対するストレスがあります。雇うんじゃなかったとかね。こいつがいるだけで会社はこいつを養わなければならないっていう責任が起きてくるんですよ。また雇用保険とか労働保険ってものがあります。従業員さんが気づかないところで会社は給料の2倍から3倍ぐらい経費っていうのを1人に対して払ってるんですよね。そうなんですよ。給料20万 あのね、受け取ってる人に対して会社はその人には現金では20万だけど他のところに30万から40万払ってるんですよこういったことを考えるといかにですね給料20万とものが現金は20万だけども全体で560万になっているんだ恩恵が大きいなっていうことに気づくわけなんですよねでそれに気づいた人は正社員になりたがるんですよさあそこでですね正社員になれない人っていうのはたくさんいますまあ私はね特に正社員になる必要はないと思ってるんですよ実力があれば正社員じゃなくても好待遇を得ることができるからです 正社員になりたいっていうのは手を抜いても約束通りの給料をもらい続ける前提ができるっていう風なね非常に会社を搾取しそうな人しようとする人には有利な仕組みなんですよまあそれによって経営者はね吉田さんとか私みたいに苦しめられてるわけなんですよねいくら教育しても覚えてくれないと稼げる力をつけてあげようと思ってもそんなことは厄介だとかね自分の時間や休日を使ってなんでそんなことしなくちゃならないのといまだに勉強会だと思ってるわけなんですよねでも熟成産っていうのは違います 勤めてる会社で稼げないから自分の力をつけるしかないってことに気づいてお金を払って自分に教育してくださいっていうふうに来るわけなんでいくらね教育をコンテンツをお送りしても負担に感じはしますけども基本的にはなんでそこまでしなくちゃいけないのって反発が生まれないんですよむしろ学びきれなくてすいませんみたいな気持ちで一生懸命頑張ってくれるんですよねまあそういう意味でね人の思考ってのは立つ位置によって見えるものが全く変わります私はね SNS で えーまあ、47都道府県をぐる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 回った中で自分でガイガーカウンターで放射線量を測っていろんな地区の放射線量を測ってきました食品も測ってきました土中とか水中測ってきましたそれによって見える現実を、まあ、たまに、ね、お話しすることがあるんですけどもそうするとですねある人から見るとそれはデマだと風評被害だと。 特定の地域を避難すするるなっていううになてわけですよ私特定の地域を指定することはないんですけどもど,どこどこではガイガーカウンターでこんな数字が出ましたよではなくて今回の旅では線量の高いところが見つかりましたぐらいしか言ってないんですよねで具体的ななんとかシーベルトっていうのは画像を見せすることがあるんですよねただその画像がどこの地域なのか私はあ特にね申し上げてませんまあでもね、えー、想像できる方もいると思いますしここに違いないと思ってね、えーまあ、見えるものが違うんですよねみんなね 見見えるもものが違うと意見も違ううとと。意私が重要なのは私の現実は私が実際にやってきたこと確かめたことでしかないとでその狭い現実を元にみんなそうなんだよっていうふうに神楽解釈するつもりはないよってことなんですよでもなんか自分の意見を押し付けてくる人って自分の見識を他の人にも当てはめようとするんですよねだからギャップが起きます私が意見の対立が落ちた時にはあなたの言う通りですっていうふうにしますよね あなたの言う通りだけども、でもで私の行動には影響を受けませんんよよ。ってことなんですよ私は自分の思った通りの人生を生きますとそしてあなたの主張もその通りだと思って私は受け入れますと受け入れるけどあなたに従うってこととはまた別ですよってことですよね、まあ、そういった形で私たちはいろんなところにトラブルを抱えますけどもやっぱりね立つ位置によって風の感じ方も違うし山の麓にいるのか頂上にいるのかによって景色も変わります。 そして頂点に行った人同士でないと分からない会話もありますしやり込んだ人しか経験できないような苦しみや痛みや喜びもあるんですねそういう意味では吉田さんと私は従業員によって搾取されてきたという歴史がありますのでかなりですねその辺でも共感することが多いんではないかなと思いますで確かにね、うん、会社を経営して人を雇ってみると本当に搾取されてるって思うのは経営者の方なんではないかなというふうに思いますね、えー、本日は以上です